い、ボストンのね、ナンバーワンのね、動画に引き続きニューバランスの方ね、行ったんですけどね、ナンバーワンは。その後に今、はい、ナンバーツーの動画っていうことで、とりあえずね、ハーバード大学の方に来てます。はい。私のメジャーはスニーカーのメジャーなので、もうちょっとね、私ね、本当に勉強が得意ではないんだけど、ミサがね、結構ね、大学詳しかったりとかね、まあね、いろいろ見るのが好きだから、とりあえず一緒に来ました。なんかね、タイミングよく今なんか、卒業式のシーズンでアメリカはね、はい。ちょっと日本とアメリカじゃね、こう終わる時期がね、全然違うんですよね。ちょっとずれるっていう感じなんですけど、頭のいい人はどういうスニーカーを履いてるかっていう企画をやりたかったんだけど、ニューヨークと比べたら本当にいいスニーカー履いてる人がいないんです。だからもうちょっと企画っていうレベルでもなんなくて、とりあえず回って早く、ボデガの方に行きたいと思います。コンセプトもね、あとね、クラムチャウダーも食べないといけないんで、ちょっとねこっちの方は盛りだくさんになるかと思います。楽しみにしててください。結構ね、大学あたりはなんかレストランとかね、いろいろ生活しやすいように充実してます。なんか街並みがヨーロッパっぽくて、ニューヨークと比べるとさらにね、かわいいですね。でね、あそこにね、ハーバードショップってあるので、ハーバード大学のなんかグッズあるかもしれないんで、ちょっと見ていきます。ちょっとお店入ったけど、ここら辺とかかわいいんじゃない？ヴィンテージになってかわいい。え、これかわいくない？これ一番いいかも、なんかこのタイプ。これはプリントだけじゃん。やばいんだけど、何これ、ザリガニ、ザリガニじゃねこれ。え、なんかすごそうなんだけど、大きいの見つけたんだけど。ボストンって書いてる。ボストン、ボストン。これかわいいじゃん、うん、かわいいじゃん、いいじゃん。はい、ちょっとね、ランチということで、アトランティックフィッシュカンパニーっていうね、はい、クラムチャウダーが人気なんですよ。これやばくない？私超クラムチャウダー好きでさ、いつもトレジャーとかで買って食べてんだけどさ。そう、あとはサンデールアダムズのビール、これもポスト8っていうことで、私ビール大好きだからもう昼から飲んでます。美味しい。はい、ロブスターロールが、はい、これ来ました。美味しそうやね。やばいよ。はい、ついにボデガに来ました。ここのね、ボデガは、はい、多分ね、ボデガって言ったらね、多分インターナショナルのラフに参加する人知ってると思うんですけど、私はね、いつもね、ここで、はい、オンラインで参加してるんですけど、 LA の方にもね、ローダンタ LA だっけ、あのアメアパの元なんかあの工場だったところに、あの LA の方でもあるんですけど、ここはね、ボストンで本当に一番最初にできた店舗です。はい、スニーカー屋さんに見えない。そう、見た目はスニーカー屋さんに見えないのが本当ね、おしゃれなんですよ。もうね、大通りじゃなくて大通りちょっと曲がったところにあるっていうのがちょっとね、隠れ家的な感じでね、はい、すごいね、来るね、うわ、やっと来たっていう感じです。多分ね、 LA と同じで中は撮れないと思うんですけど、もしかしたら写真とかあったら、ね、OK かもしれないので、ちょっとね、覗いていきたいと思います。ボデガいかがだったでしょうか。ちょっとね、やっぱ中の方の撮影厳しかったんですけど、とりあえずボデガの方はちょっとね、端みたいな感じなので、ちょっと歩くんですよね、あのコンセプトとかそっちの方に比べる
で、まあね、ニューベリーストリートを歩いてて、まあ、とりあえずナイキがたれ、ナイキチェックしてからコンセプト2軒あるんで、そっちの方に行きたいと思います。はい、とりあえずね、ボディガでは何も買わなかったので、まあ、この後ね、なんかね、自分で欲しいもの見つかればいいかなっていう感じです。では見ていきましょう。はい、コンセプトに来ました。2軒目のうちも最初とりあえず1軒目なんですけれど、はい、さっきね、ナイキに行ったんだけど全然欲しいものはなくて、とりあえず、ね、まあ、アディダスっていう感じかな。見ていきたいと思います。さっきの言ったんですけど、言えないのがあって被ったんだけど、ちょっとなんかね、あの、自分が被ったら違ったから、イメージがちょっとパスしてきました。とりあえずでもう一軒の方行きたいと思います。はい、やってきました。もう一つのロケーションなんですけど、なんかなんかさ、カルティエとかのアルマーニとかの横にあるからさ、結構高級店の間にあるんですけど、びっくりしました。さっきよりもなんかちょっと高級感のあるお店の作りで、ニューヨークよりも絶対高級感のあるんだけどね、なんかね、いいのがあれば、はい、買っていきたいと思います。では見てみましょう。すごかった。あの、3階建てになってて、3階がね、あの、カフェになってて、まあ、2階、1階は、まあ、カフェとかお洋服を売ってました。はい、ちょっとね、靴に関してはニューヨークの方が品揃え良くて、服はボストンの方がいいなっていう感じがしました。あのね、ニューエラもね、ほら、前私買ったあのコンセプトとあのニューエラのコラボのやつも、あの、こっち残ったんですよ、私のサイズ。あの、もうニューヨークじゃなくて、だからね、あの、まあ、アパレル探してる方はぜひ、はい、ボストンがいいかなって思いました。こんな感じです。ちょっと ね何も買わずってな感じなんですけど、もう一個ね、ニューバランスがあるので、そっちもちょっとね、はい、おまけで、はい、覗いていきたいと思います。
ューバランスがありました。なんかあるかな、どうだろう、ちょっと覗いていきたいと思います。はい、ニューバランス行ったんですけど、はい、目玉のものはなくて、とりあえずね、B さんがね、あの多分ナンバーワンの方の動画の方で、あのサイズ9を買ったんですけど、こっちにね、9.5 があるってことでね、履き比べてやっぱりね、サイズ9がいいってことでね、はい、安心したそうで、とっても良かったです。はい、それを見守ってただけです、私。はい、そんな感じで、ごめんなさい、なんかね、私も買い物したら、ちょっと見応えあるような動画になってきたと思うんですけど、ちょっとね、すみません、ちょっと物足りないかもしれないです。まあ、この後は、ちょっとね、もう一個ね、行けるかなってお店があるので、そっちがね、もしよかったら、はい、動画でいきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。じゃあねー、バーイ。